はい、こんにちは、七尾です。今回は油シャン、シャンプーなど洗剤を使わない洗髪、お湯だけで髪をきれいにする油シャンについて考えてみようと思います。この油シャンも私が20歳代の頃にはもうすでに耳にしたことがある話でして、令和の現在でも油シャンは髪、地肌に良いと語られています。この油シャンがなぜ髪や地肌に良いと言われるのかを理屈で説明すると、シャンプーなどの洗浄成分を使うことで肌を保護するための皮脂を洗いすぎてしまい頭皮トラブルを引き起こしてしまう。シャンプーなどの洗浄成分を使わないことで頭皮への刺激を最小限に抑えられるため、湿疹、不敬、かゆみ、脱毛を抑えることができるとのことです。私が知る限り、この油シャンを実践されている方も少なくないようで、YouTube でも油シャンを取り上げられている方が多くおられます。実際のところ、この油シャンは本当に髪に良いのかという話になるんですけども、実は医師の中でも肯定派と否定派に分かれていまして、私も正直なところ、否定もせず、肯定もしない、まあ、どっちつかずといったところになっています。私が40歳代の頃、まあ、40歳ぐらいですね、ちょうど。その頃にね、髪が減り出したくらいですかね。その頃に髪に良いと言われていることは、まあ、何でも試そうと思って、シャンプーをやめてね、油シャンに走ったことがあるんですよ。そうですね、大体半年ぐらいは、まあ、油シャンを続けたと思います。ですが、私に関しては油シャンはちょっと合わなかったようで、もともと老け性なんですね。結構老けがきついんですよ。で、ところがね、油シャンを続けていって、もうさらにね、老けはひどくなって、あとかゆみ、湿疹、まあベタつきですね、髪のなど、まあひどく、まあなり続けたんですよ。で、まあ油シャンをやめた次第です。ちなみにね、髪はどうかというとね、髪、まあ脱毛とかはあんまりわからないです。ですが、まあ、髪はカサカサでね、もうきしみまくりでした。これはね、私が頭皮のね、油成分の分泌が多い、まあ、脂性肌っていうやつですかね。シャンプーなしでは、清潔に保つことができなかったのではと、まあ、勝手に思っています。実際、油シャンを推奨される医師でもね、脂性肌の方には不向き、シャンプーによる、滅菌殺菌効果がなくなるなど、明確に油シャンのデメリットを挙げられていますので、やはりね、その効果は人それぞれで、合う合わないことに影響されるのだと思います。ですが、YouTube でね、油シャンを実践されている方の多くは、効果を感じることができて、悩みをね、改善できたと報告される方が多いです。私もね、理論的に否定することはないです。考え方は間違ってないと思います。ですが、私のようにね、合わない人もいますので、まあどうだろうとね、まあ油シャンをどうだろうって、まあ考えられている方は一度試してみるのもいいかと思います。油シャンが、まあ合う合わないの目安としてね、頭皮の匂いがね、上げられると思います。私もそうだったんですけどね、まあ多くの方のブログなんか見てたら、まあ結構やめられた方の理由の一つに、まあこういうことがあります。大体ね、油シャンで効果があった、悩みが改善できたと言われている方の多くはね、頭皮の匂いについて言われる方が少ないように思います。ですがね、私のようにね、合わなかった人、合わない人、合わなかった人はね、頭皮の匂いが気になるって、まあ、言われる方が多いようです。普段シャンプーしているときはね、頭皮の匂いなどをまあ感じたことなかったんですけども、油シャンにしてからはね、やたら頭皮の匂いがね、自分の頭皮の匂いが気になるようになります。ですので、油シャンでね、頭皮の匂いが気になる方は、まあ、油シャンが合わないとまあ考えた方がいいのかもしれないです。油シャンについてですけどね、まあ、私の考えとしては、発毛や育毛への影響はまあ一切関係ないと考えていますが、ただ、脱毛を少しでも減らすにはまあ有効なのかなと考えています。油シャンが気になった方はね、一度試してみるのもいいのではないかなと思います。それでは今回はね、油シャンについてのお話でした。今回もご視聴ありがとうございました。